群馬大学共同教育学部付属中学校は群馬県前橋市にある群馬大学教育学部に付属する国立中学校。群馬大学共同教育学部付属小学校と同じく群馬大学教育学部と連携した優れた教員を養成するための教育実習校として全国的な視野に立った教育研究の実証校の実施。 群馬県採用教員所認者研修会の実施、幼稚園、小学校、中学校の連携による一貫教育の推進、幼稚園、小学校、中学校、養護学校間の交流教育の実施を目的に設置された群馬県内一の教育研究機関としての中学校。そのため、生徒だけでなく、教員の養成をも目的とした教育がなされており、県内では、 珍しい、独自の教育課程、入学者選抜、小中一貫教育などを行っている。他の公立学校と授業進度内容を変えて、研究のデータとして利用している。また、教員も、公立学校と違い、8年を超えて勤務することができ、国立に分類されるが、校風としては、私立中学校に近いものがある。前橋市内に限らず、 広範囲から生徒が通学している。付属高校は存在しないため、ほぼ全員が外部の高校へ進学する。生徒の多くは、市内にある群馬県立前橋高等学校並びに、群馬県立前橋女子高等学校へ進学し、両高校在籍生徒の出身中学校では最も多数を占めている。群馬大学共同教育学部付属小学校からの卒業生、 一学年百五十名前後を新入生として受け入れるが、中学校側の定員は百六十名で、転出者を含めると、毎年十五人程度の不足が生ずる。それを補うため、一般公募で、公立小学校からの新入生を受け入れる。群馬大学教育学部附属小学校は、前橋市内に在住する者しか試験を受けられないが、群馬大学教育学部附属中学校は、 自分で通うことを原則として、近隣市町村からも新入生を受け入れる。毎年のように志願者が大幅に多く、入学者選抜試験をして合格者を入学させる。男女比が等しくなるようにとっているため、毎年入学者は男76名、女子60名。1クラスは34人で、4クラス計136人で、1学年となる。ありがとうございます。